気まぐれオレンジロードの余談。鮎川まどかのモデルは少女 A が発売された頃の中森明菜さん。名前はシーナ&ザ・ロケッツの鮎川誠さんと、ダディ・タケチオ&東京おとぼけキャッツのボーカルさんままどかさんに由来。ミスター・ホワイティとホワイト&オレンジカラフル新連載と宣伝された。余談だがミスター・ホワイティは実質10話分で打ち切りとなり単行本化されなかった。百段階段は富山県高岡市にある高岡古城公園の階段がモデル。主人公春日京介を演じた声優の古谷徹さんは、今まで演じた中で最も気に入っているキャラクターに春日京介を挙げた。ちなみにまどか役の鶴ひろみさんはまどかと同じ髪型にした。アニメのタイトルがフランスではマックス・エ・コンパニーである。アニメオリジナルキャラクターとしてジンゴロという太った猫がいる。序盤はまどかがサックスを吹くシーンがたびたび登場したが、視聴率が下がるので24話を最後に見られなくなった。劇場版気まぐれオレンジロードあの日に帰りたいって、原作者はこの映画を原作から離れたパラレルワールドと考えてほしいと自らのウェブサイトで酷評した。ちなみにこのアニメ映画化が決定し進行していることを原作者は数日前まで知らなかった。原作では春日一家は超能力を力と呼ぶが、アニメではパワーと呼ぶ。ジャンプ創刊40周年記念となった付録の大判ポスターに歴代ジャンプの主役キャラが描かれているが、本作からは春日京介ではなく鮎川まどかが描かれた。